笑いヨガ創始者ドクターマダンカタリアマダンカタリアは1995年にインドで始まった笑いヨガクラブ運動の創始者。インドのムンバイ出身の開業員の医師で笑いのグルとして広く知られている。博士は笑いの効能を調べていく中で笑いが及ぼす身体的、精神的な深い効能を示す研究の数に驚きそうした効能を 自分の患者や他の人々に届ける方法を模索しようと決意した。その結果が笑いヨガである。笑いヨガはグループで行う笑いのエクササイズとヨガの呼吸等を組み合わせた独自の運動習慣となるもので、誰もがジョークやユーモア、喜劇を使わなくても笑うことができる。1995年にムンバイの公演でわずか5名で始まった笑いヨガは、 現在100を上回る国々1万6000を超えるクラブという世界的な運動に成長した。ジョークやユーモアなしで笑うというこの新しいコンセプトは米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、中東、東南アジア、中国、アフリカで急速に広がり、タイム、ナショナルジオグラフィック、ウォールストリートジャーナルといった一流の出版物で広く報道されている。また 英米のテレビ局 CNN や英国放送協会のほか、米国では複数の放送局と人気トーク番組オプラウィンフリーショーでも取り上げられたことがある。ドクターカタリアは世界中の企業、法人、組織を対象に基本概念を伝えつつ感動や鼓舞も与える講演活動も行っている。さらに、笑いに関しての包括的な健康やストレス管理。 チームやリーダーシップの育成、最高の業績達成、コミュニケーションスキルについての企業コンサルタントでもある。人気講演者として、世界中のテレビやラジオで頻繁に取り上げられる一方、笑いの効能を評価する多くの研究プロジェクトにも関わっている。試験した効能は、米国とバンガロール市で行われた、無条件の笑いを利用した最近の研究で、決定的に拡張された。 何千もの笑いヨガグループで観察されたことで、研究で科学的に裏付けられ、日本においても企業内でのビジネスの世界や学校、病院、老人介護施設などの分野に笑いヨガが広がっている。ありがとうございます。